東方のあたご山から見下ろす岐阜県立かかみが原高等学校岐阜県立かかみが原高等学校は岐阜県かかみが原市にある公立高校。かかみが原市に初めて設置された普通科高校で創立当初から普通科、理数科、英語科が設置されていたが2018年度から募集は普通科だけになった。かかみが原市に所在していることから かかみが原高校と呼ばれることもあるが、学校名としては、かかみ原高校が正しい呼び方である。略称は、学校。岐阜県では、2017年度の入試まで、岐阜、西能、東能、美野、日田、鴨の六地区に学区が分けられており、かかみが原高校は、かかみが原市、岐阜市、橋間市、水保市、もと市山形市、岐南町、笠松町、 北方町から構成されるギフ学区にしていた。2006年度から選抜クラスを設け、授業時間を通常より増やすなどして、国公立大学、有名私立大学の現役合格を目指している。2017年より特進クラスを設ける。2018年度より理数科、英語科の募集を停止した。理数科は開校当時より、 岐阜市内の進む学校レベルの生徒を集め国公立、大学、南関私立大学への進学実績を誇っていたが、近年はしばしば定員割れを起こし廃止になった。オーストラリア県モア高校部活動では、サッカー部が特に強く、競合、岐阜工業高校を破り、全国高校サッカー選手権やインターハイに出場したこともあり、インターハイではベスト8まで勝ち進んだこともある。 最近では第94回全国高等学校サッカー選手権大会でベスト16入りした。公式野球部は21世紀枠の候補に挙げられた実績があるほか2009年の夏の岐阜大会では準優勝している。文化系は写真部と吹奏楽部が長年上位入賞をしていた。放送部は NHK 杯全国高校放送コンテスト全国大会への アナウンス部門、ラジオ制作部門での同時出場経験がある。1990年代には漫画アニメ研究同好会も存在していた。ありがとうございます。